松田学です今回取り上げたいのはです、ねえー、中国で今あのものすごい脅威で、えー、実用化に向かっているデジタル人民元の話とそしてニュースとしてはです、ねえー、今あのかなり話題になっているのが CBDC、えー、これはの中央銀行が発行する電子マネーですね、えー、日,本日本銀行が来年度早々にもです、ね、実証実験をするというニュースが流れておりまして。 えーまあ、この大きな世界の秩序を変えるかもしれない、えー、通貨の形が変わるかもしれない大きな動きについてお話をしたいと思います、えー、まずです、ねあまあ、今回もあの学術会議の問題で中国に対して学術会議がもしかしたら軍事転用されるかもしれないのにです、ね、非常にけあの研究協力をしていたと。なののにに日本の研究についてはです、ね この弾圧をするるとと軍事研究に関わるといってですね何が学問の自由なのかという問題があるんですがでもその学術会議あるいは日本の技術ではとてもとても追いつけないのが中国の情報技術なんですね。これはの世界の大きな流れが電子データ主導になっているということと相まってですねやっぱり日本にとって中国は侮りがたい大きな脅威になっているということをまず認識しなければいけないと思います。世界の戦略分野ははかつては 一時産品食料あるいは石油といったものをめぐって国際政治軍事が動いてきましたそれがですね冷戦体制が終わってからしばらくは金融が中心になりましたですねハゲタカファンドなんて言いますけれどもアメリカ主導でそれがですねインターネット革命が進むにつれて電子データが主導する経済になりましたで今や世界の経済の付加価値の最大の源泉は電子データ であります電子データを制する者が世界を制すると言っても過言ではありませんそして今世界を制しつつあるのがアメリカでは自由競争を旨とするアメリカでは GAFA ありますね 今ガーファの独占体制に対してアメリカは厳しく、ね、メスを入れようとしているんですけれども、えー、でも、このに対抗するかのように独占的に中国はプラットフォーマーがものすごい大きな力を持っていますでガーファアメリカ側のガーファにファングを加えあネットフリックスを加えてファン n っといいますが、まあ、ここの売り上げだけでも売り上げ高だけで日本の GDP に近い、えー、ガーファだけでも時価総額がです、ね、日本の GDP を追い抜いていると。 いいうぐらいです、ね、電子データ主導の経済、えー、IT の中央集権がここで、えー、大きなガーパ a というところでできてるしかしアメリカの場合は自由競争と個人情報保護なんですねでこれに対して中国の中央集権的な情報技術っていうのはビッグデータを国家がもう自ら好きなように使えるということなんですこれが怖いんですね。 で情報技術というのは中央集権的にデータを使えれば使うほどの面、ものすごい大きなパワーを発揮する、付加価値を生み出すということなんですね。まあ、あのバティス、まあ、BAT ともいいます、あのバイデュアリババテンセントといったところ、これは習近平が指示、ね、をして、こういったそのプラットフォーマーを育ててると、中国の国策としてやってるわけです、膨大な金をつぎ込んでやってるわけですね。 でこの中国がなぜ非脅威かというと情報技術だと私は思いますビッグデータを中央集権的に使えることが付加価値を生み出していくもう競争力でもかなわない自由主義権はかなわないでしかも軍事転用されていく軍事技術に使っていくでこれは全体主義独裁体制であるからできるんであるとだから中国は何が問題かというと共産党一党独裁体制なんだということで最近ポンペオは中国共産党こそが敵なんだと。 ということをはっきりと言ってるわけですね。これはは情報技術が大きな背景にあるんだろうと私は思っておりますでこの情報技術を活用している事例としてよくデカップリングでも中国と我々はもう縁を切るんだと、まあ、国策としてはそれが望ましいわけなんですがただ実際中国経済の状況を見ますと、まあ、これはこのチャンネルでも前海野さんがおっしゃってましたが今やですね 中国の何百万もの工場が IoT で結ばれようとしているそして何十億ものパソコンというか機器がですねこれが IoT で結ばれて国全体が一つの大きなシステムになろうとしているとでしかも中国の企業にはですね共産党の人が入り込んで じゃあ別にそ統制されるから、じゃあ、企業側が嫌がってるかというと、決してそうじゃないんですね、いや、国がいろんなことをやってくれるから、帰っていいと、共産党がいろいろやってくれるからって、受け入れるわけです、そして、共産党のほうも、ちょっと必要なときに技術についての情報を教えてくださいと、場合によっては他の企業の技術も情報を与えますから、なんてことをやって。 まあ国家独占資本主義の最たるものといいますかねあ,のあらゆる企業を共産党という大きな一つの枠組みの中で一つのシステムとして中国経済という一つの大きなシステムを作っちゃってるという動きがあるわけですねでまたあの中国の国民もですね決してあのこの統制と監視ということをですね意味嫌っているわけではないわけですもちちろん知識人人とか経済界の人たちは えー、全くこの、えー、嫌がってるのかもしれませんけども普通の庶民はですねいやこれであ安心な社会ができたと暴動も減った良かったということがどうも普通の、まあ、中国の方に聞くとそういう感じなんですねですからその意味で習近平を支持しているという話もあります。えーまあ、あの一般ののの中国の人から見るとそ、ね、そもそもプライバシーななんて概念のない <laughs> 国民ですからあの自分の情報が役に立つんだったら、えー、それで何かいいことあるかもしれないしというもうどんどん喜んで情報を与えているというかですね、まあ、顔認証で自分の顔が映ったら写っ映った映ったとで自分のデータを入れて喜んでるぐらいの状況らしいんですね。でそういう国と、えー、プライバシーや個人情報を重視して、えー、自由競争でやってる国々が対抗できないという大きな問題があります。ただあの中国経済についてはな論を 楽楽観観観的的にに述述べべててるる人論が多いんですねこれはあの希望的観測で反中、まあ、と言われる人たちがですねかつては中国は、まあ、いつ崩壊するかわからないもう大変な状態になると言っても、まあ、すぐ崩壊するすぐ崩壊するなんてんです本が数年前書店とあと並んでましたが最近ちょっと勢いがなくなってますねでも今回の米中の激しい対立特に香港問題これでもう中国はもう自分で自分の首を絞めてるんだと。 習近平は愚かなことをやっているなっていう意見が非常にまあ主流になっているわけですね我々の側でですねで,でもそれで本当にいいのかどうかをちょっと考えてみたいと思うんですがそもそも中国の通貨システムは米ドル本位制なんです一番根っこにある問題中国の大きなアキレス腱はですね人民元が信用されていない国民も信用してない海外からも信用されてないということなんですねそこで中国は この世界経済の中にサプライチェーンの中に自らを組み込んでですねそして貿易黒字を上げてきたとそしてアメリカは貿易赤字を中国に対して莫大な貿易赤字を何千億ドルも計上し続けてきたわけですねでこの貿易中国から見ると貿易黒字で稼いだドルをドルが全部中国の中央銀行であります人民銀行に組み込まれて吸い上げられていきますそれは人民銀行の資産になりますそうしますとこの資産が えこの人民銀行の資産がドルで増えていくわけですねでこのドルをのという資産をバックにしてそれで人民元を発行しているわけですですからドルは裏付けになって人民元が発行できるですから貿易黒字をどんどん稼ぎ世界から直接投資やいろんな投資を受け入れて そしてドルをどん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 積み上げていってそして人民元を発行して通貨の成長を生み出している。でこの生み出された中国マネーが膨張しどんどんすることによって 経済が成長し、一帯一路にもお金、いろんな投資、いろんな戦略を行ったりとか、そして最終的な軍事拡大増強につながっていると、でトランプはこのことを問題にしたわけですね、えーまあ、あのアメリカの貿易赤字はあロスであると、えー、ロスはあ縮小しなきゃいけない。 だから、この中国に対する貿易赤字の縮小ということに最初、トランプは政権についてすぐ着手したわけですね。で、そういった中でいろんな摩擦問題があったわけですけれども、でこれは突き詰めていくと、ですねあの中国が今までのような成長モデルではもうやっていけないということになるわけですねでしかも最近中国はですね。 あのドル建て債務の返済期限が結構迫っていて、まあ、今年中に2000億ドル返さなきゃいけないなんて話もかなり巨額ですけれどもです,ですからドルの資金繰りで結構苦労しているとでしかもです、ね、今回香港でですね えー、この、香港で香港ドルに交換されて、その香港ドルが米ドルに交換されると。この流れを、このルートで中国は世界国際金融と繋がってるわけです。中国がいろんな国の企業を買収するのも、こういうところを通さない、香港を通さないと難しいと言われてるわけですね。えー、で、アメリカはかたやですね、 この今、香港の問題に絡んでアメリカの法律にそういう条項がもともとあるらしいんですが香港ドルと米ドルとの打感を禁止するとかです、ね、あるいは香港、上海銀行に米ドルを供給しないとかそういった制裁措置とかいろんな措置が取れるわけですそうなると中国はもう国際金融と遮断されてしまうわけです。 でも中国は貿易苦労自でも稼げない国際金融市場とも遮断されてしまう。えー、そうなってくるともまわまらない経済は回らなくなる。えー、でこんなことを香港問題でやってしまった習近平は愚かなんじゃないかというふうに言われているわけですね。そして中国の国内でもですね、それを心配する方々がいらっしゃる。えー、でもあの習近平の周辺はどうもオベンチャラを言う人ばっかりらしくて裸の王様っていうかだから習近平は分かっていない。ただとにかく政治的な もう発想でしかない経済的なことは分かってないというふうに批判されているわけです、えー、ところがでこれはですねこれも希望的観測だと私は思います中国はそんなに甘くないというふうに思っておりましてそれが何かと言いますと決済システムなんですねで中国はもともと一帯一路、まあ、これはあ、えー、このちょっと地図で図示してみたものなんですけども 東はもう東シナ,海南シナ海、南シナ海からですね南太平洋から西はヨーロッパの端までということですね、そしてその沿線にある陸路、そして海路、インド洋からアフリカ、中央アジアを通ってヨーロッパ、地中海、そういったところを一帯一路としてですね。 えー、こ,のここで何をしようとしているかというとインフラ整備という、インフラ整備を中心としたあ経済圏なんだというんですが、まあ、実際に、ね、は軍事戦略だったり、資源戦略だったり、そしてこの中に最初から狙いがあったのは人民元の国際化なんですね、うん、そして中国は先ほど言った米ドルにどうしてもリンクして依存しないと成長できない、米ドル基軸通貨体制から中国は自立したいという、そういう大きな悲願があります、これは中国の長期的な目標だと。 言って過言ではないと思いますで、私もあの 昔、リーマン・ショックの頃に中国を訪れたときに極秘の会談で、まあ、あの意見交換の場で,です、ね、そういった当局の方がもう米ドル基軸通貨体制から脱却したい米,ドル米国債を大量売却したいまで言ったんですがそれちょっと待ってくれと私はが言ったんですけども、まあそのその頃からもそういった意識があったわけです。でそそのの中国は実にその悲願を今達成ししようととていると 考えるべきかもしれません。中国のドル離れが加速しているという事実があります。CIPs と言い,いまして CIPS っていうんですね。 えー、クロスボーダーインターバンクペイメントシステムこれは中国が運営している人民元の国際銀行間の決済システムなんですこれ2015年に作られましてで今ですね世界のこの決済というのはドル決済システム SWIFT というものベルギーに本部が置かれているんですが国際銀行間通信協会というところが,中心があの軸となって行われているんですねでいずれ中国はこの SWIFT から追い出される可能性がある そこでドルの貿易決済から人民元の貿易決済にシフトを始めているんですね。で、このシップスなんですが、現在世界で少なくとも1000銀行が加入していると言われています。2000銀行とも言われていますが。ちなみに日本のメガバンクもみんなここに参加してます。で、中国政府はこの中国の銀行に対してですね、ドル決済システムを使わないで、このシップスを使えという指令も出したりしていると。 それからあの主にこの一帯一路に関係する国国との間で使っているという話があります。で、この実はあの中国は人民元取引の原油先物市場を作りました。これは原油の購入をそれで開始しています。 これは何をかなり重要な意味を持っていましてドルが基軸通貨であるというのはいろんな要因がありますが1つは原油がドル決済であるということがあるんですね。で、これに対して意、e、を唱えてユーロ決済にしようとした員、不正員がですね、ああいうふうにアメリカによって完全に戦争でやっつけられたというのはやっぱりこれアメリカは脅威を感じたわけですね、基軸通貨体制の肝の部分にあるこのドル決済、原油ドル決済があるんです。これを 中国は人民元ででやろううとととしているといることですそれから2020年にはです、ね、このドル利用できるだけしないように銀行に指令を出してこの s i p s を中心とした決済にに徐々に移行していますでこの s i p s は、えーまあ、あのもう中国の貿易額は世界トップですね多くの国々で、えー、中国に対する貿易依存度がナ,ナンバーワンという国がどんどん増えてます近年ですね。 でえー、そうなってきますとそもそも米ドル基軸通貨体制に揺らぎが生じていくという大きな流れがもともとあるんですね、そしてアメリカ側にもです、ね、ドルの基軸通貨を捨てて貿易赤字を減らした方が良いという意見が出ているこれはあのフォーリンアフェアーズという世界最高のクオリティの高い、えー、このいわゆる、そういういろんな論争が行われている、えー、雑誌ですけれども。 これは一国主義ということを考えるとそうかもしれないですね。というのはあのドル基軸通貨体制を維持するためには世界中にドルをばらまく必要があるんですで。そのためにアメリカは常に貿易赤字を出し続けていかなければいけないあるいは、少なくとも経常収支投資も含めたです、ね、それを赤字を続けてドルを世界中にばらまいて世界が繁栄する。 これはもともとこういったあの二律背反的な矛盾があるんですね、基軸通貨国にはですね。だったらもうその、基軸通貨体制から離れてもいいなんて話がアメリカ側から出てるっていうのもちょっと心配な話ですね。 えー、でこのただ、現時点ではです、ね、まだシップスは世界の貿易決算の1%程度ではあります、えーで、これがこれからど,どこまで成長していくのかということが注目されるわけなんですが。えーでえー えーあれですね、アメリカの中もです、ね、安全保障派と経済派が対立しているみたいなんですね、米ドル基軸通貨システムの非常に重要な、アメリカにとって重要な国益は経済制裁ができることですね。えー、このいわゆるスイフトの決済とか 米ドル決済のシステムからあそこの企業を除外するということができるわけです。で、そういった意味で、えー、この安全保障派にとっては米ドル基軸通貨体制は絶対必須の条件です。ただあの、えー、経済派っていうのがあってさっき言ったあの貿易赤字の問題を重視する人もいれば。 中国を決済システムから米国の決済システムから追い出してしまうとスマホの輸入が困難になるとかです、ね、こういった身近な実利的な目標要因からです、ね、基軸通貨体制に対する揺らぎというのが実はあるんですねそしてさらにそこにもう1つ大きな話が出てきたのがデジタル人民元です。 えー、ででそもそも CBDC というのは中央銀行が発行する電子的な支払い手段セントラルバンクデジタルカレンシーいわゆるデジタル法定通貨です DCEP ともいいますデジタルカレンシーエレクトリック・ペイメントとみますでこれはですね実はあの今最近になって日本ではようやくデジタル人民元が話題になったり日銀が CBDC 発行するなんてことがこのテーマになったり議論のテーマになったりですね ところが中国ではもう6年前の2014年から着々と綿密にこの準備が行われてきましたでこの準備の状況というのはなかなか大したものでしてもうすでにですねいろいろな基本的な設計は完了しているんです、今年1月に。ですねそしてこの4月には アプリとかウォレットの整備開発も完了してるんです、ね、そして今5月から今年の5月からシンセンなどの4大都市でも試験運用が開始されてるんです、ね、でその中ではですねある,ある地方自治体あ地方政府ではデジタル人民元の給与支給をしてみたりとかあるいは用途限定の CBDC 例えば交際費にしか使えないとかそういう実験もしてるんです。 そして、今年の8月に中国共産党の商務部が発表したのがですねより広範囲での本格的普及をやるということで例えば、長江デルタ地帯とかそういった中国に大きな面的なですね広がりがある地域がありますねそういったところで,ですね5億人事業規模エリア人口5億人で近いうちに実証実験をやりますと。 そこままで言ってますそしてこのデジタル人民元の特徴として考えなきゃいけないのはこのやはりカスタムメイドだってことなんです、えー、つまりスマートコントラクトでいろんなことができるもう通貨の概念が変わるんですね今までは経済的な価値をと,しという情報機能しかなかったのが通貨ってもともといろんな情報機能を持ってるんですがこのデジ、えー、いわゆるデジタル革命やブロックチェーン革命の進展によってですねいろんな情報機能を 入れられらるようになったでスマートコントラクトっていうのは手続きとか契約が支払い手段と一体化してるもんですよとこれがブロックチェーンの特性ですよっていうのは私もあちこちで申し上げてきましたがまさに中国はそれをやろうとしてでどういうことに用いようとしてるかというと使える人間を限定するあるいは使途を限定する例えばあの人にはあのものを買わせないっていうことができるんですね。それかからと言いますか 外国に持ちこの人には持ち出せないようにするとかですねいろんなことができるんです新たな概念の通貨になるとそして同時に今言われているのは中国は全ての効果や資源を廃止してしまう全部このデジタル人民元でしか決済ができないようにするということも言われていますそうやって個人データを中央が収集して国民を監視するツールにしていくだろうと言われています この中国はもともと人民元に信用がなかったので海外に資産を隠すためにビットコインが出たときに一番そのビットコインを使っているっていうか投資をしているのは中国なんですね。そのほとんんどが中国なんですで結果としてたくさんのお金が海外に隠された。そこで中国当局は 仮想通貨の取引を国内でで禁止したんですねそしてその間に着々と準備したのがこのデジタル人民元なんですね。でこのジでデジタル人民元ですと誰がいつどこで何に使ったかっていうの全部中央当局分かりますから持ち出しを監視できますしモニターできますしですね中国の資本流出に悩むということもなくなるということもあってですね、えー、そして問題はさわさりながらですねどんなに立派な このデジタル通貨を作ってみたところでそもそも中国経済や中国の信用がない人民元そのものに信用がないんだからそんなにその騒ぐこともないんじゃないのって言ってる人も結構多いんですしかしここもですねすごいこのブロックチェーンの世界あるいは情報技術デジタル革命の世界っていうすごい技術革新新しい領域をどんどん開いてるってことに注目すべきだなと思いましたのはこのビッグデータが集まりますね で中国の中央にはビッグデータが集まってるわけですでこれを分析するといろんな付加価値が生まれるんですで今それはアマゾンだとか GAFA なんかもやってることですよねビッグデータが集まってるからこそいろんなサービスが生まれてるっていうのは皆さんもご案内のとおりでそうしますとそういったあのビッグデータを持つことによって生まれる価値を資産としてこれをバックにして発行すると。まあ、バランスシートでちゃんと資産に ビッグデータの価値というのが計上されてその,そ,のそれに対応するものとして負債としてのデジタル人民元があるとこうやって人民元の信用力不足は克服されると、まあ、この情報化の時代ブロックチェーンの時代になると中央の診療よりも大事なのは技術のに対する信頼なんだということがまさにこの地でいくようなそういうデジタル人民元なんですね。でさらにに、ね、このデジタル人民元によって 中国は国の概念を超えた世界最大の巨,巨大なプラットフォーマー企業になると中国そのものがですねガーァ以上のすごいプラットフォーマー企業になるとという見方もあるんですねでこれから導入しようとしているデジタル人民元は2種類だと言われています一つは国内仕様もう一つは国際仕様ですねで国内仕様は国民を監視するツールに使うとそして国際仕様の方は新たな世界基軸デジタル通貨なんだと でこの国際仕様の方は中国の国内では使用者が限られているということになるんじゃなかろうかと言われていますそしてさらにこのデジタル人民元世界戦略として先ほど言ったシ i p s ですねもうすでに稼働している人民元の国際決済システムの中にデジタル人民元を導入しようとしているんじゃないかという話もあるんですえー、まあすでにですねあの先ほど申し上げたように 中国はスイフトよりもシップスを推奨しているわけです一帯一路で推進しているそこにこのデジタル自民が入ってくるやはりそうだなということが予想されてるんですねで一方でベドルの地位の低下っていうのがあるんですね あの仮想通貨の世界にテザーというのはあのご存知でしょうか、これはあの別にアメリカが認可したものでもなくアメリカが発行しているものではないんですね、勝手に生まれてきたものなんですが、えー、あのいわゆる米ドルと1対1で交換比率が固定されている,るので今、イフトあの国際決済システムは皆さんもご案内のようにですね海外に送金する時にものすごい時間と手数料かかりますね。 でもこの仮想通貨ですとそういったものがかからないですよ瞬時に遅れちゃう安いやすい手数料なんかかかんないとでそこでもう今テザーによる米ドルの送金もペーテ,ザーテザーを通じて行えるということは増えてるんですねで,でそれからもう一つですねこれは技術的にこんなことも考えられるということでちょっとお伝えしたいのはこのデジタル人民元の技術を使って中国がデジタル円 デジタルユーロ他の国の通貨まで発行したかもしれないですね、まあ、あのテザーみたいなことが技術的にできるわけですからこの当局がブロックチェーンで通貨を発行しようとすればこういったこともできるかもしれない、えー、という話まで出てきてるわけです、えー、で先ほど言ったように原油取引は18 2018年3月から上海で人民元だて原油先物取引が開始されているんですね でここにデジタル人民元を導入しますとますます先ほど言ったようにドルの権益を崩すことになります、えー、将来的には日本はデジタル人民元で決済した中東産原油を中国が実効支配する南シナ海を経由して輸入する時代になるとこういう悪夢も予想されるんですでももっと大きな悪夢は私はあると思ってまして日本人がですねこの中国のデジタル人民元を使ったらどういうことになるかということなんですねすでに我々は 便利だといって中国系のなんとかペイとかもうどんどん喜んで使ってるわけですでそういったものと接続されていくと何が起こるかとデジタル人民元そのものを使ったりそういったそれと接続されてる、えー、電子マネーを使うと我々の個人情報が中国の当局に全部吸い上げられていくということなんですね、えー、いつどこで何を使ったかとかですねそういったものは全部プライバシーがかなりは把握されてしまうと。 まさに今中国が世界に仕掛けているサイレントインベージョンとか超限戦と言われますがそういったことで日本がどんどん侵されていく可能性があるということに留意しなければいけませんこのブロックチェーンというのは分散型の技術なんですが実は中央集権型に使うこともでできるんですねでこの法定通貨の発行あるいはこういったまあ何て言いますかねステーブルコインみたいなものっていうのはですねリブラもそうなんですが中央集権型なんです。 でそうしますとですね今までは考えられなかったぐらいの精度の高い情報を中央が蓄積管理運用できることになっちゃうんですね集まっちゃうんですビッグデータが、えー。ということなんですねでそこでちょっと気になるのがですねもともと中国人民元と円っていうのは一体かもしれないとこれ歴史的に見ますと あの「円」という字はですね「この丸い」という字をちょっとこの,あのもともとこの「丸い」という字なんですがアコヤガイなんですねこのアコヤガイが丸いということでこういう字で「円」というのができてでこの円を「円、えー」をこの簡略化した文字がこの日本の「の円」でありですねそして中国では「源」になったということで根っこは同じだと。 でしかも皆さんも中国に旅行されると気が付いておられると思いますがこの「この Y ちょんちょん」と書いて「円」ですねこれ中国の人民元もそうなんですねで、えー、この「1000円」ですねこれはでこれは18元なんですねでホテルなんか中国で行きますとよくあの,ー、このあれですねベッドの隣に、あのー、机があってそこに、えー「10.00Y ちょんちょん」と書いて、えー、これ10円かなと思ったらそうじゃなくて10元。 例えばインターネットとの接続料金はこれですよとかルームサービスこれぐらいですよって書いてあるんですね。でこれこうで昔あの鳩山幸夫さんという総理大臣がアジア共通通貨構想を言ってその時に私中国の方と意見交換したちょうどその時に大歓迎だったんです。これ何を意味してるかというと日本はいずれデジタルで中国人民元を使う国になるんだという野望がやっぱりあるんですよね。中やっぱり海思想中華ですから で日本も周辺国で通貨も中国の人民元を使うんだということを彼らが理想としていないとも限らないなというのはその時私それは恐ろしくなったんですけどももしかしたらこのデジタル人民元がそういうことを促進する可能性がなけしもあらずということですね。それで今このデジタル人民元の動きということもありそして一方でリブラというのがあった。 そこで今各国の中央銀行が焦ってですね自分たちも c b d c を開発しようという流れになったんですがこのリブラというのは去年は話題になりましたフェイスブックが出そうとするものなんですね。でこれは金融包摂という言葉がここに書いてあるんですがこれ何かっていいますと今の既存の金融システムは例えば高齢者の方々にとっては非常に使いづらいアクセスが難しいそれから途上国新興国にとっても え皆さんんが預金口座持っているわけじゃないんですねほんの一部の人が持っていない預金口座持ってないと今金融取引って何もできませんね送金もできないしですね支払いもできないとで、えー、ところがこのリブラみたいなのがあられるとスマホだけで額の送金も瞬時にできる、えー、例えばですねアフリカからヨーロッパに出稼ぎに出ている方が一ドルたった1ドルを一瞬で ヨーロッパからアフリカの家族に送金できちゃうんですねスマホでできちゃうと手数料もかかんないということになりますとこれはですね みんなこれ使おうとなってリブラが現れるとですねいわゆる既存の法定通貨の中でドルとかユーロとか円だとかそういうところで運営された経済に大きな穴が開いてですねそして各国政府は金融政策や経済政策をやっても効かないとあるいは金融市場を大きくこのアンコントローラブルにですねこの変動させてしまう要因になるとかですね あるいはこの場合によってはこの匿名でやられると特に暗号資産とか仮想通貨の世界というのは匿名性が高いと言われてますからマネーロンダリング犯罪はテロ資金の温床になるというマネーロンの温床になるということでこれ何とかしなきゃいけないという話になってきたんですねでそこで各国が今薬金になってこのリブラを抑え込んでいるわけですだからまだ実用化されていませんえ例えばですねあのステーブルコイン っていいうう概念なんですリブラっていうのはです、ね、世界中から投資家からお金を集めてそれをドル建ての債券で国債だとかそういうのを運用してそしてその収益を分配するけれども一応その金融資産をバックにしてリブラを発行するというふうな仕組みを取っているんですね。でそうしますと法定通貨とレートが一定であるというようなことになりますとこれその,そのものが法定通貨だと。 いう話、解釈ができてくるわけです。で、法定通貨になりますと、法定通貨というのは、それを取り扱う業者は。え、しかるべき免許を取りなさい。日本で言えば、銀行免許を取りなさいって話になってくるんですね。で、そうなってくるとですね。限りなく自由なはずの暗号通貨、仮想通貨がですね。いや、なんと、この。 他のいわゆる法定通貨と変わらない規制に服する何もメリットがなくなっちゃうんじゃないかなって話も出てきて、まあ、そういう形でもう事実上リブラを抑え込んでんですがただこれは最終的には抑え込めないと思いますリブラフェイスブックができないんだったらアマゾンがやるとかいろんなことがこれから起こってくるんじゃないかなというふうに思いますでこの動きが止めようもないということに気がついた各国中央銀行通貨当局者は 昨年の G7 でこういう声明を出しているんですね、一番下をご覧ください、こうした取り組み、つまり、リブラのような取り組みが国境を越える決済システムが顕著に改善され、消費者にとってより安価になる必要があることを示している、まあ、要するに、すね、我々がやっている SWIFT とか、そういった既存の国際決済システムは、一般のユーザーにとってはものすごく不便でシステムでしたねと。 だったら仮想通貨に流れるの仕方ないですねだったら我々自身がもっと便利な通貨システムを作りましょうということでこの CBDC の流れが急速に出てきたわけです。でこれは日本経済新聞から取ったものなんですが。 今、各中央銀行はデジタル通貨の発行検討を急いでいます。日本は、えー、つい先日報道されたばかりですが来年度、2021年度の早々に実証実験を開始する、えー、ということですね、えー、それからあの欧州21年、ここも21年やる、でスウェーデンは21年までに実証実験、早期発行を目指すとまで言っています。でこのの流れの中で えー、じゃあそれぞれどういう動きになっているか自由主義権の CBDC の流れについてちょっと見てみたいと思いますが、えー、欧州中央銀行 ECB ですねそれと日銀あるいは BIS 国際決済銀行といった6中央銀行が2020年今年の1月に研究グループを作っていますそして年内の報告書発表を目指して研究を重ねてきましたで日銀もですねこの流れに乗って日銀の中に研究部グループを作っています 民間の方なんかからも意見を聞きながら実際にこのデジタル通貨というものがどうしたら成り立つかということを技術的な詰めをしてきていますそしてこのそういった動きの中で最初基軸通貨国であるアメリカは距離を置いてたんですがこのアメリカの FRB も途中から参画してきましたそうなってきますとこの報告書出される報告書の実効性が高まってきているということなんですがこの報告書が 10月9日に出ました、えー、3つの基本原則が提示されていますえ1つはですね各中央銀行が政策目標とする物価の安定や金融システムの安定を損なわないような形で発行しましょう CBDC を発行しましょうそして現金や他のタイプの通貨と共存しましょうつまり中国のように CBDC に一本化するデジ,デジタル人民元に一本化するということはしませんと今のようにお札や硬貨が使える 預金通貨もあるという中で CBDC もあるとというう形にしましまょうと3つ目に決済分野の技術革新や効率性の向上これはどういうことかといいますと、まあ、中央銀行みたいなところが CBDC 発行して電子マネー発行しちゃいますと他の民間で今流通これから出てくる電子マネーとかそういったものの技術革新を抑えてしまうんじゃないかとでそれはよくないねとでイノベーションはちゃんと推進できるように競争と協調という形で共存していきましょうと。 この3つのつ基本原則ですねでこういった原則を共有して将来的には国際送金で各国が連携できるようにしましょうということとこの原則をはっきりさせることによって各国の中央銀行が共通の理解のもとに合意された共通の理解のもとに実証実験にどんどん入っていけるようになるということなんですね。で日銀はどうかと言いますと一応実証実験来年度やると言ってますがまだ発行計画はありません。 えー、私の聞いてる限り、私は日銀が本気になってこれを前向きに積極的に取り組んでいるかというとそうでもないんじゃないかなと思います。と言いますのはです、ね、先ほども言ったようにです、ね、ブロックチェーンでやりますと、えー、この日銀に個人情報が膨大に集まってくるんです、このビッグデータを日銀が管理しようとするかどうか、まあ、もし外部に漏れたりしたら、責任追及問題になっちゃいますよね。だからこそ私はです、ね、後でもも言いますけれども すでにマイナンバー制度で個人情報を管理している政府が発行する方がいいんじゃないかというふうに言ってるんですけれどもだから日銀は世界がどんどん CBDC に動くんだったら日本もやらないわけにいかないその時にきちっと対応できるように今は研究をしておこうというのが今の認識だろうと思います。でそのの中ででこの実験はやるわけですが 実証実験は三段階で想定しているわけです一つは発行や流通といった通貨に必要な基本機能を検証しましょう例えばシステム上で実験環境を作ってです、ね、で電子上でのお金のやり取りで不,都合不具合が生じないかどうかあるいは発行残高だとか取引の履歴を記録する方法はちゃんとできるかどうかと二、ね、段階目は金利をつけてみたりとか 保有できる金額に上限を設けてみるとかですね。そういった通貨に求められる機能について、どんなことができるか、ちょっと実験をしてみようということなんですね、えー、そして3段階目に。 パイロット実験。これはもう中国がデジタル人民元でやってますけれども、民間の事業者、消費者がここで参加して実験してみましょうということです。でちなみにあの、政治の側でも自民党の国際秩序創造戦略本部が中間取りまとめを出したところで、日銀法の、といった所要の法改正を提案しているという動きが出てきています。でそこで、この動きが出てきているのはいいんですが、あのそもそも、この、えー、これは、 ブロックチェーンの特性をまとめたもので私はいつも使っているものなんですがこれは改ざん不可能な電子データを改ざん不可能にする技術ということのほかにスマートコントラクト手続きそして価値の移転の3つが1つのシステムとして組み合わさってメリットを発揮するものなんですね。 でデータと特定のロジックは結合してこのユーザーがこうしたいというニーズに即してこれまで縦割れに管理されていたいろんなシステムごとに管理されていたデータそれぞれのシステムの論理に従っていたんですが今度はデータの論理に従って各システムを動かしてものすごい便利な社会なんですね。 例えばあの、私は引っ越ししたいという論理、ニーズを持っていったらです、ね、引っ越しに伴っていろんな手続き、料金、支払いがありますで、これをあるところと一か所でやったら、全部一挙にできてしまう、ワンストップでできてしまうということをイメージしていただければいいんですね。で、こういうものを個人情報、ビッグデータで管理している、でこのマイナンバー制度で、マイナンバー制度は皆さん、いろんな誤解があるんですが、世界最高のセキュリティなんです、これ破られないセキュリティを日本は作り上げてるんですね。しかも 税金なら税金年金保険料なら年金保険料って目的ごとにきちっと分別管理されているので個人の情報を全部ある人の個人の情報を全部見れる政府の職員はいないんですね本人しか分かんないんです全部分かるんですねでそこにですね健康情報であるとかですね資産の情報とかいろんなものをつなげていってそしてさらに私はそこにですね政府が国民に提供するさまざまな行政サービスをプッシュ型 つまり国民が制度を知らないと分からない、えーあ、そういえばああいう制度があるなというのを知った人が申請してたくさん書類書いてしてようやくなんかサービスを受けられるというのではなくてあなたはこういうサービスを受けられますよというのをちゃんとスマホで教えてくれるとでそして、ここで、えー、もう分かりましたという手続きをやるわけです。でこのスマホに マイナンバーのアプリが入っていてで必要な支払いはちゃんと政府発行のデジタル円でウォレットがつながっていると言いますとスマホで一瞬で政府の公共サービスを受けて料金も支払える納税もできるという極めて高度に便利な社会がです、ね、誕生するんじゃないかだからこそ日銀が発行するんじゃなくて政府がマイナンバーを所管している政府が発行すべきであるということをずっと言ってきたわけですね。えー、これはあの その時に日本銀行が持っている国債を政府発行のデジタル円で償還する形で発行すると今日銀がです、ね、国債発行残高の半分持ってますからこれがどんどん減っていく国債がデジタル円に変わっていくお金に変わるんですねそうすると将来の国債償還の将来世代の負担もなくなっていくわけです。 それと一体の形で便利なお金が民間に行き渡っていく民間の方は両替に銀行に行くんですね自分の預金口座から例えば100万円分のデジタル円が欲しいですと言ったら100万円預金を引き落とすあるいは現金で買うわけです両替するんですそしたらこの銀行は このデジタル円の小売店みたいなもんで、唯一の卸売店である日本銀行に売ってくださいとデジタル円をですね。そしたら日銀は製造元の政府にデジタル円で自分たちが持っている国債を償還してください。そうしますと、日本銀行が持っている国債の資産がデジタル円に変わりましてで、これを市中銀行に売却すると、日本銀行は今異次元の金融緩和でめちゃくちゃこのバランスシートが膨らんでまして、で国債を発行しては買い、発行しては買い、こうやってマネーを増やしていく。 インフレ目標2%までこれれやるんですけれどもここれれ無限に大きくななったらいずれいずろんん問題が起こるでですでもデジタル円を民間の方が買いたいという需要に応じてこの膨らんだバランスシートが徐々に自然に縮小していくということになりますと、えー、まあ日銀の出口戦略にもなると借金も消えていくお金として便利な世の中になる、まあ、一石二鳥も三鳥も四鳥もあるというのがマツダプランなんですね。 でデジタル円がやっぱり私が一番言いたいのは今 CBDC これを土台にして今日銀が研究していることを土台にして考えていけばいいと思うんですがいずれ政府が発行する日銀ではなくてですね先ほど言ったように発行元に集まる個人情報などの膨大なデータを管理する上で中央銀行はふさわしくないですそして日銀発行日銀がもし発行するデジタル円は日銀コインは日銀の負債です負債が、えー えー、僕から待つだけで意味がありません政府発行ならば日銀が持つことによって日銀の資産になるというでだから売却してそしてバランスシートを縮小できるという効果があるは全然違うところなんですね。えー、それからの、えーこ,のえー、この政府暗号通貨というのはです、ね、この市中銀行からの要請に応じて出す。そそしてその市中銀行は ユーザーからの要請に応じて出すということですから政府がむやみやたらに発行することになるものでもないんですまたお金の量を全体として増やすものでもないんですね大事なことはですね将来政府が借金を増やして公共投資をしたり福祉社会保障を充実させてもそれによってマネーが増えるそして国債が増えてもその国債は日銀が買うそれがデジタル通貨の形で変換されていくとなりますと安心して そういった国債を発行を増やしてマネーを増やしてそしてデフレからの脱却を確実なものにしていくということができるようになるんですね、えー、そこが大事なんです、えー、でそういった政策を私がいろんな場で説明しましても若い方はすぐ分かるんですね情報技術関係の人は世代を問わずすぐに理解しますでなかなでか銀行の関係者も分かりますバランスシットとかお金のことをよく普段見ても肌身で分かってますからでも分からないのがですね いわゆる経済学者とか有識者とか官僚出身のちょっとのご年配の方々ですねまあなんか余計なことが頭にこびりついていまして通貨っていうものはこうでなければいけないっていうのがあるんですねいやそもそもでそんな仮想通貨なんか信用できないって仮想通貨じゃないんですよと法定通貨なんですよもうお隣の中国がデジタル人民元でやろうとしてそれで世界制覇だって狙ってるんですよ各国もそういうものを脱稿しようとしてるんですよと。 いうことがよく理解できない方が結構多い。これが実は日本のこれからのフロンティアを開く上で大きな妨げになっているような気がします。あの挑戦する意欲に燃えた若い世代の方はですね、どんどんこのマツダプランということをサポートしていただいて、あのせっかくデジタル庁ができるんですから、将来のいわゆる遠くエコノミーで日本が世界を先導できる。 いわゆるガーファや中国とは違うもう一つスマートコントラクトとトークエコノミーで世界を先導する、えー、国際標準をいろんな分野で作っていく課題解決国家に日本が脱皮していく格好の、えー、絶好のチャンスだと思ってますのでぜひこのマツダプランを支持していただければと思います。どううもありがとうございました。